どうも皆様、アーサーです。ポケットモンスターソードシールドやっていきます。今回はですね、色違いの幻のポケモンゼラウラを入手する方法を皆様に紹介していきます。でですね、今現在ワイルドエリアのレイドバトルにゼラウラが、出現してます。で、色違いのゼラウラを入手するには、このレイドバトルのゼラウラを100万人以上のトレーナーが倒すと、ポケモンフォームで色違いのゼラウラが、配信されるということですね。で、早速ゼラウラが来たので、戦っていきたいなと思っております。星は3ですね。果たしてどれくらい強いのか。星3だからさほど苦労せず倒せるとは思いたいが、どうなるかですね。使うポケモンはもう適当に無限ダイナを選択。無限ダイナで勝てれば、もうほとんどのトレーナーはゼラオラに勝てるでしょう。ただこれでミュウツー並みに強かったらちょっと困りますね。さあ、ダイマックス砲でどれくらい食らうのかな。おお、半分以上削れた。あ、これは余裕ですね。これはどんなトレーナーでも勝てますね、ゼラオラに。いや、僕もね、色違いのゼラオラ欲しいですから、白く光っててね、かっこいいゼラオラ。水タイプいるけど、勝てるでしょう。プラズマフィスト。あー、でもこれ技のエフェクト見たかったな。ここで終わるかな。耐えるか。ですよね。ちょっと余裕でしたね、星さんは。これはあっけない。で、このゼラオラ捕まえることはできません。逃げちゃうんだよね。どうせなら通常色のゼラオラも欲しかったですね。はい、星5が来ました。やっぱ星5のゼラオラ倒さないとな。星3はもう誰でも倒せます。じゃあ星5はどうなのか、それを検証していきましょう。星5はさすがに強いでしょうね。無限ダイナでいけるか。うわ、ちょっと味方に水タイプいるのが困りますね。ただコータスとサンダースは悪くない。足でまといが1匹いるだけなので、いけるか。開幕からバリア張ってく。ダイマックス砲でどれくらい食らうかだね。さあ、どんなもんよ。わお、全然食らわねえじゃん。これは激鱗？激鱗使うのか。爪研ぎ、まずい。これはまずいですよ。火力上がっちゃうからね、爪研ぎはね。第3打。おお、耐えた。タスキか。タスキでしたね。ナイス、それは素晴らしい。毒好き。いやー、でもちょっとこれギリギリな感じしますね。雲行きが怪しくなってきたぞ。多分このターンでハリーセンはくたばるから、ちょっと危ないですね。大学そうで、でこれでバリア剥がせる。防御特防ダウン激鱗。ですね。爪研ぎか。さらに火力上げちゃったか。これはかなりきつい展開になりそうっすね。やばい。これはもういいや。さあ、こちら1匹ダウン。これはやはりちゃんと対策しといた方がいいんですかね、星5のゼラを戦う場合は。ちなみに
これちょっとわかんないんですけど、100万人以上のトレーナーがゼラーを倒すことって書いてあるから、一人で何匹倒しても意味はないんですかね。そこら辺詳しく書かれてなかったのからわからないんですけど、まあでも世界中にポケモンファンいますからね、まあ、多分余裕で達成するでしょう。ただこれやるなら星5はやめといた方がいいっすね。星3の方がはるかに簡単だ。うわー、雷パンチ急所。あらまあ、コータス倒れちゃったよ。インファイト。いやだからこれで敵の耐久は減ったけど、ハリーセン来たな。来ないで欲しかったな、ハリーセン。まずいな。ハリーセンがくたばってサンダースもくたばったら終わる。無限ダイナに攻撃してくんないかな。このターン耐えれば次のターンで勝てそうな気がする。頼む。ブレイズキックどっち？あ、いいよいいよいいよ。無限大の集中狙いして、ブラザンフィスト。ああ、サンダース。あ、でも待ってよ、ハリーセンタスキ持ってたから。あ、これ勝ったわ。はい、勝ちました。タスキ持ってるから耐えるでしょ一発は。え、あ、タスキって一回使ったらもう切れちゃうんだね。知らんかったわ。レイドだとそうなのか。さあリベンジマッチといきましょうか。まあ、さっきのはね、水タイプが1匹いたから負けちゃったけど、味方に水タイプがいなければまあ多分余裕で勝てると思います。はい。ハリーセンとニョロソ2匹いるね。カビゴンはまあいいとして、水タイプ2匹はもうこれ負け確なんじゃないか。ちょっと絶望的ですね。ハリーセン多くないか。てか、インファイト。この爪研ぎが厄介ですよね。第3弾、これあ、よかった、カビゴンで。カビゴンなら耐えられる。これはカビゴンに全てを託すしかないな。他の2匹はあかんわ。滝登り、タイプ相性毒好き。いいよ、一旦目はまずまずですね。もう倒れなければそれでいいんで。はい、さあこれで、あ、やべえ、インファイト耐えた、くれた。いやー、カビゴンほんとありがたいよ君。で爪研ぐね。もうこうなったら止められんぞ。インファイト。いやー、なんかカビゴン集中狙いしてくるな。あ、だけどインファイトでだいぶ耐久減ったんじゃないですかね。滝登りで、ちょ、これは諦めた方がいいかな。いや、水タイプ味方にときついですわ。多分このターンで終わるかな。お、わお、めっちゃ食らったわ。
やっぱインファイトの耐久値入りもバカにはできませんね。かなり食らったぞ。これはカビゴン MVP ですね。第3打これでこっちは3回ダウンだが、まだあと1回ダウンできる。いやでもギリギリだったな。これで姉妹だ。はい、ゼラオラ撃破。でも星5も無限ダイナでいけますね、こうやってみると。うん、星5も無限ダイナでまあ余裕です。はい、皆さんもぜひゼラオラ倒してみてください。ご視聴ありがとうございました。